it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CGS の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平彦は雑文化の三浦小太郎さんにお越しいただいています。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。CGS 初登場ということで、そうですね。はい。ありがとうございます。どうぞ、皆さんよろしくお願いします。肩書の雑文化というのは私初めて見る、ね、肩書でして、もう専門分野っていうのは何一つないので、はい、まあ雑文化っていうのは、自分では気に入ってるんですけどね、はい、うん、名前としては。はい、初めて聞く、はい、あれでした。今回ですね、ご縁をいただきましたのは、こちらのですね、初等科国史という本をですね、出版社の方から見本いただきまして、はい、読ませていただいたんですね。で、私、まあ、次回またお話いただきます。こちらの本をちょうど今年買って読んでいて、あ、面白い視点で書かれるなと思っていたところ、また皆さんの名前でしたので、で、さらに帯を見ると、僕がお世話になっている矢作直樹先生の、はい、お顔があったので、うん、で、矢作先生にこちらの本を送っていただいたんで、皆さんに、ぜひですね、番組出てこちらの本の話をしてもらいたいんですっていう話をしましたら、はい、矢作先生のお友達の赤尾さんからですね、連絡していただきまして、はいはい、今日出場いただけ、出演いただけることになりまして、はい、ありがとうございます、はい、今回こちらの本はですね、どういった思いでこう作られようと思ったんでしょうか。これはね、もう公平を期するために言うと、はい、最初からこれは出版社の企画なんですよ、はい、ハート出版さんの方で、はい、いわゆるまあ歴史の本、はい、まあ、ここまで言っていくかどうか分かんないけど、うん、いわゆる、まあ、その人一人一人をどう評価するか別としてね、うん、百田さんの本から、はい、まあ、いろいろいわゆる日本の通史みたいな話だとか、はい、あるいは今の日本の教育、歴史教育についてとか、はい、いろいろ議論今ありますよね。あります、はい、その時やっぱり一つのシンボリックなものとしてね、うん、現実にじゃあね、はい、今みんなが否定したり、うん、まあ、それは左右問わず否定の対象になってると思うんだけど、はい、のいわゆる、まあ、広告士官なり、うん、じゃあ実際の戦争中とか戦前とかはどういう教育されてたのかと、それは現物として世に出回ってるわけじゃないんですよね、はい、うん、それは研究する人は調べてるでしょう、はい、でもそれを実際にじゃあ掘り起こしてみたら、うん、これってのはやっぱり今の時代にも通用するものを持ってるんじゃないかと、はい、それは出版社さんの判断で、うん、それで私の方に話が来て、はい、解説を書いていただけないかというん で私も読ませていただいて、はい、これはやっぱり世の中にね出さなくちゃいけない本だというふうに考えたので、はい、それはちょっと関わらせていただいたと、そういうことなんですよ、はい、だから実は言うと最初はね、うん、あんまり出版社自信なかったんです。あ、そうなんですか、うん、そんなに売れないだろうと思ってたんですね、はい、ところがこれがまあハート出版さんとしては予想外でね、はい、予想外といっちゃ本の価値からしたら失礼なのかもしれないけど、うん、成功してくださったのは、はい、やっぱりとりあえずこういう国史という形で歴史を読むことっていうのを結構望んでる人がいっぱいいるのかなと、はい、あと矢作先生のね、うん、効果は明らかにありましたよね、はい、帯に言葉をくださるだけじゃなくて、はい、先生自ら、うん、おぎりではなくてね、うん、面白いと思ってあちこちで紹介してくれたんで、はい、その効果は本当にあったと思います、うん、いや本当にね、私も送っていただいてなかったらなかなか出会いもなかったと思うんですけど、パッと矢作先生の顔も目に留まって、うん、ちょっと読もうと思ってたまたま事務所送っていただいたんでパーッと読み始めたら、うん、結構引き込まれていくんで、うん、別の、ね、収録でも話していただきました。やっぱ読み物になっているので、うん、なんかこう歴史の教科書を読むっていう感じでは全くなかったですね、うん、なんか小説読んでるような感じで読めました。この本自体がですね、はい、まあ、いろんな面があるんだけれども、はい、実際こうまず中にね、はい、挿絵とかがかなり載ってるでしょう、うん、はい、これもかなり忠実に復刻したんですけれども、はい、それとね、いわゆる当時のいろんな地方のね、はい、例えば今だったら、うん、
奈良に旅行しようと思ったら奈良に旅行するってそんなに、楽とは言わないけど、はい、ちょっとそれなりに準備すればできるよね、はい、でも戦前戦中ってそんな簡単じゃないですよ、そうですね、交通手段もね、うん、そんな形じゃない、そういう人たちにとってはやっぱりこれを見るだけでですね、うん、なんかその地方に行くような、はい、行ったような気持ちになれるような、うん、丁寧な書き方が随分してあります、はい、今でもその場所に行くと大使がお座りになっているように、うん、聖徳太子がお座りになっているように見れる、思えるとかね、はい、うん、そういった文章の書き方っていうのは、うん、あとそれとね、デスマス調なんだけれども、いちいちここで僕が読むと興ざめになってしまうと思うんですけど、はい、やっぱり文章がね、はい、非常に僕からしたら朗読に適した文章だったんです、うん、でそれが本当に物語として読めるものになっていて、はい、うん、これが実際にね朗読で教えられてた子どもたちっていうのはそれなりに日本語の美しいリズムがこれだけで入ってったんじゃないかなと、うん、はい、そう思わせるものがありますよね、うん、今はね国語教育でそういうのをね読書やりますけれども、うん、歴史の教科書がそうなってたら一石二鳥ですよね、そうですよ、国語教育と歴史教育が一緒にできちゃうみたいな、うん、あとこれでこれが出たのが昭和18年、はい、でじゃあさぞね、うん、当時の戦争については、うん、非常に激しく書いてあるだろうと思ったら、はい、あえて言うと、うん、ものすごくあっさりとしか出てない、そうですね、うん、はい、私もそこ期待して最後の方に、うん、読んでたんですけど、うん、むしろそこのところで、うん、あえて言えばですね、はい、当時の日本の歴史的な立場だとか、はい、正当性というものをここから読み取ろうと思った人は、うん、僕はむしろがっかりしたんじゃないかな、はい、そうでした、うん、はい、僕もそこがなんかこう背景から書いてあるのかなと思って読んでったら、例えば日本がもうもちろんその中では大東亜戦争の意義みたいなものもそれなりに触れられてはいるけど、はい、簡単に言ってしまえば、うん、日本はずっと平和を望んでいたんだけれども、うん、欧米の植民地支配というのは、うん、結局その日本の平和を望む意識を許さない状態に追い込まれていって、はい、うん、また蒋介石軍というのは、はい、その彼らの応援を受けたために、うん、もうそれはどんどん抗日にならの方向しか行き場がなくなって、はい、日本はやむを得ず戦争に入ったんだと、うん、戦争に入った今はね、このアジアの人たちを解放するということで、はい、今我々は歴史的な戦いを戦っている、うん、大雑把に言えばそういうことしか書いてない、そうなんですよ、うん、でそういう点ではあえて言っちゃうと、はい、戦争中の戦意高揚を目指すような本には全然なってない、うん、なってないですね、うん、はい、これはそういうのを比べる必要はないんだけど、はい、あえてここで分かりやすくするために比べるんですよ、はい、当時のね、はい、英米のスローガンだとか、うん、あるいは、今に至るまでの中共や北朝鮮や、はい、あるいは崩壊したけどもソ連で、はい、あるいはベトナムの教科書、うん、そういったものの方がねよほど戦闘的ですよ、ああそうなんですか、うん、ああそれは僕知りませんでした、うん、歴史においてはね、はい、まあ、自分たちの正当性を貫くとか、うん、我々は勝つ民族なんだと、はい、ところがここの諸島各国史とかは、うん、ちょっと南北朝では南朝のことがものすごい中心になってる方だから、はいはいはい、大体負ける話が多いわけですよ確かにそうですね、はい、はっきり言うと負ける話が多いわけ言われてみればそうでした、で、はい、全体的に歴史っていうのを、うん、あまりこう勝者の物語っていうよりは、うん、むしろその敗者の美しさだとか、うん、あるいはこう、それは当時の南朝史観に立ってるから、はい、必然的にそうなるんだけど、うん、どちらかというとね、あまり権力者の武田家しさとか、はい、権力者がすごい改革をしたとか、うん、権力者が日本を、はい、政府がすごい日本をすごい発展させたとか、うん、そういう会話ってのはあまり出てこない、うん、そういう説はほとんど出てこない、はい、ほとんど御皇室の統率だとか、うん、はい、当時の日本人たちが一生懸命国を守ったとか、うん、そういう話が出てくるんだけど、はい、だからあえて言うとですね、これは割と政治権力からは意外なほど距離を取ったもんです、うん、それも感じましたし、結局やっぱり皇室、天皇陛下のことがねちゃんと書かれてるから、うん、そこもちょっとやっぱり新鮮で、うん、今の教科書って逆に天皇陛下のことをこう隠そうというか、うん、消そうとしてる教科書だと僕は感じてるんですね、うん、ですね、うん、ちょこっとしか出てこないんで天皇陛下のことは、うん、でもこちらの本なんか読むと皇室がこうあって、でそこに統治者がいて、でそういうような形でこうずっと時に幕府なんかはね、ちょっと皇室をないがしろにしてみたいな、うん、ちょっとそういうような話もあるじゃないですか、うん、それはですね結構新鮮で、あ、ちゃんと皇室っていうものを存在を中心に置きながら書かれてる教科書だったんだなっていうのがよく分かりましたね、うんうん、逆に言うとですね、今令和の御代になったでしょう、私は何もねこの時の考えを全部正当化して復活しろって言ってるわけじゃないんですよ、うん、ただこういう時代になってくるとね、
ぱりますます、まあ、さっきちょっと赤尾さんともね時でも述べたんだけど、はい、皇室を中心にする士官っていうのを、はい、戦後特に間違って考えられてきたのは、はい、それはもういわゆる、まあ、皇国士官っていうのはすごい排他的で、はい、絶対主義的で、うん、軍国主義的なものなんだと、はい、いうことからそういうのは排してきたわけでしょ、うんうん、だけど逆に言ってしまうと、はい、皇国士官っていうのはむしろそういう軍国主義とか排他主義とかあるいはまあ排外主義とかねそういったものに対しては基本的に反する考え方なんですよ、うん、だからこの本の中でもそれこそ外国からいろんなあの貴家人が入ってきたとか、はい、それはむしろ肯定的な意味で書かれてる、うん、古代王朝 の、はい、あのまあそれが歴史学的に正しいかどうかちょっとここで議論しませんよ、うんうん、あのそれはむしろ古代王朝の繁栄の基礎を作ったものとして書かれているし、はい、それからあの、まあ、これもちょっと多少やりすぎなところもあるんだけれども、うん、秀吉の倭寇に始まって、はい、あの、うん、日本人の海外進出っていうのは非常にプラスの面で書かれてますよ、うんはい、それでだからちょっと鎖国にとか江戸幕府に対しては点が辛いんだよね、うんうん、だからあのそういうレベルにおいては、はい、これむしろ皇国士官っていうのは世の中ってのはどんどんもう開かれていかざるを得ない面があるわけですよ、はい、どんなに閉ざそうと思ってもそれは無理なんですよ、うんはい、特に日本みたいなある程度豊かな国っていうのは外からのものを全部排するとか、うんはい、自分たちが外国に行って学ぶことを全部閉じるなんてことは構造的にできるわけがないわけ、はい、だったら外の人と交流しなくちゃいけない、うん、自分たちも外に行って学ばなくちゃいけない、はい、そういう時にじゃあ自分たちの中で何か持っているものがなければ、はい、全く向こうに同化する以外なくなってしまうと。そうですよね。そうなった時に、うんうん、何も僕は皇室だけとは言ってないですよ、はい、だけれどもあの一つの考え方として、うん、そういったものを持っていることがむしろ外国でいろんな圧力を受けた時、はい、あるいは外国の中でやっぱり、まあ、差別とまでは言いませんけれどもね、うん、やっぱりいろんな考えの違いにぶち当たった時に、はい、相手を否定するんじゃなくて、はい、ああやっぱり白人は差別主義だとかそういうふうに考えるんじゃなくて、うんうんうん、あるいはやっぱりまあちょっと言いにくいけどこの国は未開だとか、うん、そう考えるんじゃなくてあ我々の中には広告という概念があると、うん、ここにはないんだと、はい、だったらそれは違うものなんだから、うん、違うものとして理解し合わなくちゃいけない、はい、その時自分の中にその広告というものがあったら相手の人たちの価値観も認められるはずなんですよ、はい、また相手の人たちとの違いを許せるはずなんだよね、うんはい、そういったものがもしなければね、うん、僕は外国に行った人が、まあ、僕の周りで数人ですよ、はい、ものすごいレイシストになって帰ってきた人いたりするんですよ、ちょっとぶつかっただけで、うん、でもそれはね自分の中にしっかりしたものがあればね、うん、逆に僕はそうならないんじゃないかと、うん、そういう点では僕はあのこれが戦争の最中に、はい、これを書いてた文科省の人たちっていうのは、はいうんまあ、言いにくいけどさそれなりにトップの情報を持ってる人たちだから、はい、もしかしたら敗戦を覚悟したかもしれない、うんうん、その中でやっぱり戦いで死んでいくしかない子どもたちのために、うんはい、やっぱ鼻向けの言葉も送りたかっただろうし、うん、あるいは、うん、こう外国で戦ってるわけだから、はい、そこでいろんな民族との違いを持った時に自分のはこういう日本人なんだっていう、はい、誇りを失わずに戦い抜いてほしかったと思う、うんはいそういった思いみたいのがね、うん、なんかちょっと感じられるような気がするんですよ。なるほど。あそこまではちょっと僕読み取れてませんでしたね、うんうんうんはい、ということでですね、まあ、皆さんもこれ読んでみたくなられたんじゃないかなと思います。いやいや今日のいい話で、はい、あの初等科国史本当に昭和18年ですよ。もう敗戦の2年前に、書かれた歴史の教科書、はい、これはどういったものだったのかっていうことをちょっと感じてもらうだけでですね、なんかこう当時を振り返ったり今の我々の在り方を見つめ直すいい人になるんではないかなと思いますので、ぜひ、こちらの方一冊お読みいただきまして、はい、また皆さんの感想なんかも聞かせていただければなというふうに思います。はい、皆さん今日はどうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします。